政治哲学は政治に関する哲学である。政治思想とも言う。現代では政治議論と言い換えられることが多い。政治哲学は政治学の一分野であると同時に哲学の一部門である。哲学とは物事の根本を明らかにし、かつ全体の包括的な枠組みを示すための知的な取り組みであり、政治哲学は 哲学的な立場から政治を研究するものである。レオシュトラウスは、政治哲学の一時的な本義を政治的事柄の自然本性を間にしろうとし、かつ正しい政治的秩序あるいは良い政治的秩序を間にしろうとする試みと位置づけた。また、政治哲学は実践的な意味もあり、考察を経て形成された理論は、政治思想として実際の政治実践の根拠として用いられる。 政治哲学が扱う主題は幅広く、国家の本質、政治と倫理の関係、政治と自由の関係、政治と法の関係、戦争と平和である。古来より政治に対する哲学的な議論はされてきている。日本では、聖徳太子、古代中国では、孔子、孟子、老子、創子や藩彦に代表される諸子百科、イスラムでは、 政教一致の協議で不可欠なものであり、西洋では古代ギリシア時代のプラトンやアリストテレスの時代から盛んに議論され、ロック、モンテスキュー、ルソーなど現代社会に多大な影響を与えた人物によっても議論されてきた。特に現代社会のように多様なイデオロギーが複雑に絡み合った世界では政治の本質を問うという行為は今後も重要である。 しかし学問としての政治哲学は体系的で関連論的な性格があるため、形事上学、美学、倫理学、論理学といった知識や哲学史上の議論など、哲学そのものについての文献学的な知識や方法が要求される。マルクス主義、弁償法的唯物論においては、政治における哲学と科学は自己批判の役割と手段でならなければならず、その立場は、 民衆側にも担う権利があるとするとされる。ありがとうございます。